第1節3戦目広島東洋カープ対東京ヤクルトスワローズのゲームを解説は小宮山悟さん、西俊久さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくどうぞ。まずはカープの先発上原がマツダスタジアムのマウンドに上がります。さあスワローズ打線相手にどんなピッチングを見せてくれるんでしょう。バッターボックス菊池、先ほどの打席は内野フライに打ち取られています。フォアボールのランナーが出ています。さあまず1球目、まずはアウトコース、この打席ゴロを打たすようなボールには気をつけたいです。打ちました。セカンド取った、セカンドフォースアウト。さあそしてバッターボックスには原口が入ります。さあ2アウトにはなりましたが一打先制のチャンス、まあこの辺りで均衡破り一撃が欲しいですよね。なるほど、そうですね。初球甘いコースの変化球ですが空振りになります。一塁線掴んで3アウト、先制することはできませんでした。バッターボックス青木、先ほどの打席は内野フライに打ち取られています。2アウトランナーありません。さあ1点差ながら勝利まであと1アウトとなりました。まあそうですね、最後きっちり締めてもらいたいですね。はい、さあ最後のバッター真ん中打ちました。セカンド取る、これで3アウト、試合終了。で勝利を収めました。素晴らしい投手戦をものにしました。小宮山さん、盤石な投手リレーで見事接戦をものにしています。ピッチングご覧になっていかがですか。そうですね、先発ピッチャーがしっかりとした投球をしてそれを受けて、まあ、リリーフピッチャーたちが頑張る、良かったんじゃないですかね。系統もズバリハマった今日のゲームでした。勝ったカープ、接戦をものにしました。一方のヤクルトスワローズですが残念ながら敗れてしまいました。ご覧のように今日のゲームはカープが見事勝利を収めています。今日の解説は小宮山悟さん、西俊久さんのお二人でした。どうもありがとうございました。ありがとう。Vロード第2節1戦目中日ドラゴンズ対広島東洋カープのゲームを解説は小宮山悟さん、西俊久さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくどうぞ。さあそして打席には山崎が入っています。さあ2アウトながら一打同点のチャンス、まあここはアグレッシブに攻めていってほしいですね。なるほど、そうですよね。これが1球目、
初球バットが回ります。次が2球目、フォーボール2ストライク。3球目は何で来るか。打った、難しいバウンドをさばいて一塁アウトで3アウト。さあそしてバッターボックスには佐藤が入ります。さあワンアウトになりましたが、得点圏には同点のランナーを置いています。まあ終盤ですからね、このチャンスを生かせるかどうか大きいと思いますよ。なるほど、そうですね。外の球打った、ファースト取った、そのまま一塁に入ってアウト。しかしこれは進塁打になりました。これから9回カープの攻撃です。そしてドラゴンズはピッチャーが変わります。打席には5番バッター中田、前の打席ではフォアボールを選んでいます。カープ同点で迎える最後の攻撃です。西さん、最後の攻撃何としても塁に出たいですよね。まあここはね、確実に行きたいですよね。さあまずは先頭バッターを出していきたい。真ん中です。今日は代打で途中出場、2回目の打席が回ってきました。先ほどの打席はピッチャーゴロに倒れています。ワンアウトランナーありません。さあ守護神マルティネスがカープ打線の前に立ちはだかります。あ、これだけのピッチャーですからね、なかなか打ち崩すのはね、難しいですよ。そうですね、それでも何とかして得点までこぎつけたい。まあ、向こうは併殺を狙ってると思いますから、術中にはまらないよう気をつけたいですね。打ち上げた、ボールは中継、ライト線へのヒット。さあチャンスを広げていきます。今のバッティングライト、まずはボールから入りました。外球打った、掴んだ、そのまま二塁に入ってアウト。アウト、ダブルプレーでスリーアウト。ここは決めておきたかった場面なんですが、最後はダブルプレーに倒れてしまいました。なかなか結果が出ませんよね。ドラゴンズピッチャーが変わります。一塁に勝ち越しのランナーを置いた場面でバッターボックス石井、先ほどの打席はショートゴロ、併殺打となってしまいました。ヒットでランナーを一塁に置いています。1球目は空振りです。追い込まれました。変化球空振り、僅差で勝利を収めました。第2節
さあそして打席には中田が入っています。さあ2アウトにはなりましたがなおもチャンスは続きます。今度はしっかりつなげて先制点を奪いたいですね。なるほど、そうですよね。これが初球、初球空振りです。打ちました、ファーストを取った、一塁アウトで3アウトチェンジです。中盤で先制のランナーを置いています。しかもノーアウトです。バッターは堀内、まあ1点の欲しいシチュエーションですからバントか少なくともランナーを進めるようなバッティングが求められるでしょうね。はい、さあここは送ってくるんでしょうか。あっという間に2ストライクです。変化球、9回の日産、こういったしびれるゲーム展開見ている方は本当に面白いですよね。いやそうなんですけどもね、守ってる方なんかには本当に緊張するんですよね。確かにそうかもしれませんね。ライトへワンバウンドヒットになった、ライト前ヒット、サヨナラのランナーが出塁します。ここは綺麗に流していきました。いやここはねうまくバットが出ましたね。いいバッティングでしたね。打順は4番中田、今日はまだ当たりがありません。ヒットでランナーを一塁に置いています。さあ初球は何か、初球は打ち、この打席ゴロを打たすようなボールには気をつけたいですね。なるほど、そうですか。打ち上げました、掴んでワンアウト、ワンアウトランナー一塁となりました。バッターは DH 小島、今日は3つのフォアボールを選んでいます。ワンアウトになっています。初球は空振りです。この打席ゴロを打たすようなボールには気を、三遊間抜けていった、中継にボールが送られる、左中間へのヒット、さあチャンスを広げていきます。ここはうまく打ち返していきました。まあそうですよね、完全に甘く入ってますからね。さあそしてバッターボックスには佐藤が入ります。さあ一打サヨナラのチャンス、まあ決めてしまいたいですけど最低限つないでほしいですね。なるほど、そうですね。真ん中打った、抜けた、セカンドランナー帰ればサヨナラですがセンター前ヒット、さあチャンスを広げていきます。ここはうまく打ち返して出塁していきました。まあ甘い球は見逃さないですよね。バッターは7番石井、連打でチャンスを広げた場面となっています。いい形でつなげましたね。さあカープ一打サヨナラのチャンスを迎えています。西さん、ここはスクイズはありますか。まあ普通に考えると犠牲フライじゃないでしょうか。打った、抑えた、ホームに送球する、本塁フォースアウト、ダブルプレーチェンジです。サヨナラのチャンスだったんですが最後はダブルプレーに倒れてしまいました。いやーここで決めたかったんですけどね、残念です。カープがなんと劇的なサヨナラで勝利しました。延長でのサヨナラ、起用に見事に応えたということで言えば非常に良かったと思いますね。そのいい流れ明日も期待しましょう。勝ったカープ、サヨナラ勝ちという劇的な勝利をものにしました。